お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねシーズンがね皆さん終わりました、お疲れ様でした。というわけでちょっとねこう振り返りつつ、使ったデッキの結構ね良さげなリプレイがあるので紹介していければなと思います。で今期まあいろいろ使ったんですけども、まあ結果発表の方からすると、フィニッシュ7957で、148かな。で、8000いけなかったんですよ。そう、1回目削に終わっちゃって、それがちょっと悔しいんですけど、1回8000リーチがあったんですけど、ギリギリで負けて8000いけず。はい、まあそんな感じのね、シーズンでしたと。いうわけで、まあ順位はなんかいつも通りですね。いつも100ない。いつも通り安定してます。はい。で、デッキ内、いろいろ使ったんですよ。で、最後の方はメガナイトオールブレイカー使ってたんですけど、途中は、このマジアチオールブレイカーとか、あとはキョスケロイジェとか、まあ、スケラフリーズ、ラバルとか、まあ、いろいろ使って、差が沼ったので、メガナイトオールブレイカーでいいやって感じで、メガナイトオールブレイカーにして、めっちゃね、連勝したよっていうので、この辺のね、リプ紹介しようかなと思います。で、メガナイトオールブレイカーって、使ったことある人とかわかるかもしれないんですけど、特にこのね、ユーノコウモリのタルザップ型、マスケ型だと、火力がないので、結構ゴレとかペッカとかもう地獄なんですよ。もう本当にもう無理ゲーなんですけども、それにロイとかもめっちゃきついんですけど、ちょっとそれに勝ったので、その辺も見せつつかな、4本ぐらい、はい、紹介できればいいかなと思います。なんかねこのメガナイトオールブレイカーでマルチ上位に上がってるディマスっていう人がいるんですけど、海外のね人 DIMAS、 なんか名前の両端にドルマークみたいなのついてて、まあ、メガナイトオールブレイカーが世界一上手い人がいるんですけど、その人にちょっとリプレイ見せてもらって、若干ね前より僕上手くなりました。メガナイトオールブレイカー多分ですけど、前よりちょっとね防衛も攻めも上手くなられたんじゃないかなっていうわけで、後半結構ね最後トラ上がってたので、もうちょっと時間あればワンチャン8000も狙えたんじゃないかなっていうわけで、まあ、今シーズンはロングシーズンになるみたいなので、ぜひねまあ、最多との更新だったり、まあ、ベスト順位皆様に頑張っていきましょうというわけで、まあ、1戦目は、メガナイト枯渇ですね。この後、ロイジャイと、まあ、ゴレと、まあ、ペッカ工場かな。はい、そこを、ゴレとペッカ工場はマジで見てほしいですね。本当に見てほしい。だから1戦目に紹介すればよかったんですけど、なんか下からね、はい、めくっちゃいましたというわけで、で、まあなんか、なんて言うんですかね、基本的な立ち回りとしては、もうディガー、コウモリ、ユーノ、ウォールブレイカーと、まあ、タルザップ。まあ、この6枚あたりでもう無限にカード回すってイメージですね。メガナイトは出さずに、基本的にもう高回転で回すと、2周目のコウモリとか、2周目のユーノ、2周目のウォールブレイカーっていうのが相手がね、だんだん追いつけなくなってくるので、まあ、そんな感じでね。最初はできるだけ2コス3コスで立ち回るって感じかな。さあ、まあそんなわけで、メガネと出すとどうなるかはむずいですね。出さなくても、出さずに押せるなら、まあ出さなくていいよねって。自分から流れを変える必要がないよねって感じですね。そこが僕のなんか、ちょっと謎ザップによって、ちょっとね、怖いんですけど。今みたいなウォールブレイカーの使い方がマジで大事で、そのウォールブレイカー釣りをウォールブレイカー使うことは覚えてください。あと、今シーズン、フィニッシュが世界1位はホグ使いだったんですけど、マジで2位、3位、4位、5位ぐらいとか、まあ途中とかも世界1位、2位、3位、4位、みんなウォールブレイカーとかだったので、マジウォールブレイカーは極め毒なんじゃないかなと思います。さあ、ここの防衛とかもね、ちょっと注目してもらいつつね。さあ、真ん中ディガーで、メガナイトとか受けつつね。ディガー結構ね、もう防衛に使っちゃっていいですよ。まあ、攻めディガーで攻めたら、ちょっとやっぱ自分がコスト使いすぎっていう場面がね、あると思うので、攻めディガー使った後は防衛ディガーして、エリクサーちょっとね、使いすぎたのを回収してみたいな、そんな感じですかね。さあ、ここですね。こことかも一回相手が来るので、一回、防衛からですね。なので防衛ディガーまた使うと思いますね。さあ、防衛ディガーとマスケット。そして、インドラで焼かれないように、なんかタゲとかを取るのかと思いきや。さあ、ウォールブレイカーでタゲ取ります。まあ、メガナイトは痛いですけども、まあまあまあ、このぐらいはね、我慢しましょうというわけで、どんどん攻めます。ちなみに。
で、コウモリにザップか。けど、あいつのメガナイト間に合って、これやばいっすよね。コスト3-3で、でも場にはメガナイトいるっていう大ピンチで、僕終わったと思ったんですけど、これ。さあ、気合でね。気合の滑り込みディガーと逆サイミツル、このオールブレイカーですね。オールブレイカー最強すぎる。これニコスのね、逆サイ釣りオールブレイカーが最強なんですよ。さあ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 、そんな感じで、守ってたら気づいたらね、あの相手のタワーがもうミリ残りでユーノが入ってグッドゲームというわけで、まあ、ディガー防衛だったり、おクララ5周年おめでとうございます。今日が5周年なんだな。セールもね、なんかすごいのが来てたんですよ。皆さんぜひ買う際にはね、クリエイターコードラットと打ってもらえると嬉しいかなと思います。宣伝していきます、ここで。はい、そして続いてね、ロイ J でございます。ロイ J、 ロイはね、もう泣きたいですね。LSP ウッドとかでウォールブレイカー消えるし、ハンターもあるし、コウモリにはエレキも LSP もあるし、でディガーユーノにはねトリトンとかいるしみたいな。お前ロイ J 出されるだけで施設ないしダメージ受けるやんけっていう感じなんですけども、もう頑張る頑張るとしか言えないですね。これもハンター読みディガーですね。ウォールブレイカーをハンターで完封しようとしてくるのをディガーでね、邪魔しようとしたって感じですね。で、このロイ J に対してとか、結構ね、なんだろうな、ロイだけでもないんですけど、まあ、ゴレにもペッカにも、まあ、このウォールブレイカーデッキを使う上で結構大事なのが、ダメージ受けてもいいので、マスケット重視とか、まあ、ユニットを残すっていうのがね、めちゃくちゃ大事になってきますね。今のもロイ J も、なんかやっぱ完封する、もうダメージ1個も入れさせないっていうのはやっぱ不可能なんですよ。もう最近のクラロは本当になんかね、どんどん上手い人たちが出てきて、もうみんなダメージは受けるんですけども、そのカウンターでね、どんどんこう相手を追い詰めていくっていうのが基本的な立ち回りというか、最近のクラロワで大事なことなので、まあ、ダメージ受けてもいいので、もうユニットを残すように出していく。まあ、そんな感じのね、イメージで見てもらえればいいかなと思います。さあ、メガナイトマスケを組んでいきます。からの多分エレキにディガーとかで処理していって、で、ロイ J デッキって意外とね、陸受けがきついんですよ。なんかスケとか LSP なので、まあ、一瞬は受けれるんですよね。ユーノとかもすごい受けられるんですけど、これでね、ユーノとかがね、地味にだるいっていう。さあ。で、ここはもうね、いいウォールブレイカーだ。からの、ここで、まあ、無視でもよかったんですけど、まあ、守りつつ相手にもねプレッシャー与える、ババですね。ロリババ、これ無視すると落ちちゃうんでね。さあ、もうここでね、僕は、大リードですよ。まあ、あと93はザップ2周なので、まあ、僕としては、まあ、ロイ J 結構ね守るの難しいので、さあここもね低めマスケからのダメージ受けていいので、こんな感じでねマスケットを残しつつ、まあ、メガナイトをねしっかり踏ん、メガナイトしっかり踏んでカウンターのイメージ。さからのここね、もうちょっと攻めてもよかった気もしないこともないですが、まあこんな感じでロイのダメージ受けるんですけど、しっかりカウンターにつなげるようなイメージでねやっていきます。さあ、ここもですね、さあロイのダメージは受けちゃいます。受けちゃうんですけども、しっかり守って僕のユニットが全部残ってるんですよ。まあ、こういった風にユニット残すことによって、まあ多少のダメージを受けるけど、それよりも大ダメージをこっちが狙っていくって感じですね。さあ、残りこれ510守れねえなーと思いつつ、さあ言うので攻めつつ、ギリね、はい、間に合う。今まあ落ちててもまあまあさすがに言うの入ってたし、あと1000ぐらいになってたらまあいけたんじゃねっていうので、はい。でこのペッカバルーンは2-2になったんですけど、最後相手が電波落ちして勝ちました。いや、負けそうだった。正直負けそうだった。わあ、負けたなと思って。まあ、これしょうがねえかなとか思ってたら、急に相手が何もユニット出さなくなって、電波でね、勝ちました。大事ですからね。さあ、で、これ僕、初手からね、ディガーコウモリウォールブレイカーでめっちゃ攻めてるんですけど、このなんか、ネコルノって人、多分なんかゴレだったよなっていう、なんか大型のイメージがあったんですよね。はい、なので、まあ、初手トレネとかなかったらラッキーだよなって思いつつの、初手からディガーコウモリとかめっちゃ攻めちゃいましたね。チンパです。で、ここの攻めちょっと見てほしいですね。今、ウォールブレイカーを裂いてからの、この U のディガーコウモリの、
もう一枚さっき使ってからのウォールブレイカーなんで、これ、間に合わないんですよ。2周目ウォールブレイカーですね。1周目のウォールブレイカーは、まあ、タルババとかなんかで対応されるけど、今みたいな2周目ですね。無理やりディガー、コウモリってこう回ってきたウォールブレイカーが止まんないので、あそこでウォールブレイカーを、ぶっ発するのが結構大事になってきますね。まあでも僕は今攻めたんで、まあ、これもう死刑みたいな。これもう終わりのね、はい。もう負けみたいな。これもう止まんないでしょっていう感じなんですけど、止まんないっす。で、これもまた大事で、このメガナイトで後衛踏んで、この U のを残す。これが大事なんですけど、相手のね、このトレーナーもうまくて、今僕メガナイトでダクネ処理さえできれば、結構ね、こう、なんていうんですか、守れるというか、ダクネなんですよね。僕がこう一番きついのは。なんですけど、そのダクネを延命する、相手のね、トルネードですね。でここはもうキング行かれそうなんですけど、本当に僕はもう、気合で耐えるしかできないんで、まだもうマスケにね、祈って、頑張ってくれって祈りながら、ですね。さあ、で、ここでウォールブレイカーはね、言うのでよかったなと思うんですけど、このコウモリが地味に竹取ってさ、残るんじゃねっていう期待。ウォールブレイカー入るんじゃねっていう期待をしたんですけど。さあ、あとはもう冬打ち、どんどん攻めていくしかなくて。で、ここもね、積極的に、さあ、攻めていきます。このマスケ残ってるのもでかいですね。今相手陸受け裂いたから、陸がないよねっていうので、もうどんどん攻めて、さあ、で、こっからですね、残り35秒。僕はタワー1500なので、ゴレ守れないので、守んないんですよ。ここで、ゴレ出させないね、僕はめっちゃ攻めてるんですけど、あるいはもうゴレ出してきたので、僕これで多分マスケ出してメガナイト出しても守れないんで、守んないんです。ゴレに対して、マジで、1-3で勝ちます。はい。これすごい大事で、これ速さでね、勝てたんですけど、もう先に僕がキング攻めちゃったので、まあ、なんかこう、守れない。そう。守れないんで、守らないが正解ですね。さあ、ラストペックコードです。まあその守らない1-3で勝つのも、リプレイ見させてもらった、このメガナイトオールブレイカー多分、もう途中、世界ほんと2位、3位とかずっといて、1位も行ってたかな、うん、前日とかシーズン最終日前日とか行ってて、バカ上手い人がそうしてたので、あ、やっぱ守らないのが正解なんだねっていうので。さて、今回はペッカ工場ですね。まあペッカ工場は、まあ何がきついかってなったら、まあ全てがペッカの介護官みたいな。ペッカとメガナイトで介護官で、まあ、なんか、コウモリ、マスケとエレキトントンでも、まあコウモリとマジエチェフリーだし、僕のコウモリザップ打たれるし、みたいな。まあとりあえずなんか、きついんですけど、雰囲気きついんですけど、意外と頑張ります。さあ、これ、コウモリに、ディガー落とす読みの、ユーの追加です。相手はここ守れるけど、許容してるって感じですね。さあ、で、ここもすごいエリアド大ピンチなんですけども、やばいですね。もう4ワードぐらい取られてる。まあでも、僕は本当にこう、攻めなきゃ、やっぱダメージ入れれないので、結構積極的に攻めて、これをね、気合で守ります。はい。で、まあ、コツというか、ペッカに対しての勝ち方は、メガナイトに対して、ウォールブレイカー防衛をします。あ、メガナイトじゃ、ペッカに対してウォールブレイカー防衛をします。で、まあ、それもちょっと見てもらえればわかるんですけど、でも下げると思うんですよね。いや、ここで多分死ぬんですよね。ディガー死んで、ここで、そう、これですね。これをすることによって、ペッカが結構相手陣地に帰っていくんですよ。これによって、陸行きを、節約できます。逆サイド来たのも、メガナイトだったり、本当はね、ユーノとかで守れるみたいな。マスケプラス、ウォールブレイカー防衛で、結構ペッカは溶かすイメージですね。そしたら、ウォールブレイカーで僕は攻めてるだけで、マスケだけでペッカ防衛できてるみたいな。まあ、なんかそういうところで、結構ね、もう、ウォールブレイカー防衛が大事です。で、僕この試合多分結構ザップが下手なんですよ。ザップが当たってなさすぎるんですけど。さあ、まあここは守りつつ、まあウォールブレイカーはもう飛ばし毒なんでね。まあ入んないんですけども、積極的に攻めて、まあ今のが1周目のウォールブレイカーなので、2周目をね、狙っていく。で、ここは右のタワーちょっと3000もあるので、わざとね、ゴースト受けて、こう有能残るように守っていきます。さあ、ここ多分延命したいだろうなっていうのがお互い思ってるんですけど。で、まあ、ウォールブレイカーでね、攻めていく。いや、このね、ウォールブレイカーでもいらなかったっすよね。しかも、ペッカーの、ガタイがいいんすよ。
で、今、ウォールブレイカー飛ばしたんですけど、もう一回ね、ウォールブレイカーを回します。で、ゴーストがね、いることによって、結構ね、このディガーを使わないといけないっていうのが結構嫌なんですけど、ここでもう一回ね、ウォールブレイカーボーイです。で、こう戻す。で、こうすることによって、またマスクでね、溶かせる。そう、いや、これがね、めっちゃ強いっすね。ペッカに対してのウォールブレイカーボーイ。いや、まあでも、こっからですね。意外と、この状態では、タワーダメージ負けてるんですけども、さあもう積極的に攻めていきます。で、このマスクとかも、結構ね、延命できそうだったら延命して、攻めにね、つなげていきたかったんですけども、まあ残らずと。いや、怖いっすよね、これ。で、左側また同じで、2500もあるので、まあ、コウモリ守るかな、これ。まあ、守ってはいるんですけど、まあ、2500は、まあ、ダメージ受けていいよねっていう。最低このポイズンで、まあ、守っていく。ポイズン使ったんで、後ろマスケで、一応マジアチャ警戒して、受けていきます。いや、こっから怖いっすよね、マジ。事故ったらワンパンされるし、マジアチャも嫌だし、みたいな。まあ、でも、僕はディガーがあるので、積極的にディガーで攻めていきます。踏んだっけ？いや、踏んだんか。ここでメガナイト出したことによって、このね、いや、このペックがうまい。マジアチェンメ。からの、端前対決っすね、ここ。マスケを相手は潰そうとしてくるんで、僕はそれを気合で残す。さあ、タルババが、ね、いい味出しますよね。さあ、からの、ザップ。いや、ここのザップは悪くないザップっすね。まあ、常にマジアチを警戒しながらみたいな、そんな感じですね。さあ、あと500が世界一遠い。で、ここは、今相手がペッカ出したので、もうここも無視しましたね。で、ウォールブレイカーで多分守ったのかな。そう。これね、最後、相手のケツ、あ、橋本ペッカめっちゃいいタイミング。あれ僕が多分正面から守ってたら、多分終わってたかもしれないんですけど、まあ今のはゴレと同じで、もうゴレ出した瞬間、ペッカ出した瞬間にもうぶっ破して、降りに行くっていうような立ち回りですね。まあ、そういう感じで、マジメガナイトウォールブレイカー、ちょっと前の僕よりちょっと一段階成長したと思ってます。なので、ちょっとね、またメガナイトウォールブレイカーも、持ってやりつつ、ウォールブレイカーですね。高回転ウォールブレイカー、マルチめっちゃいるので、ウォールブレイカーとかも頑張っていけたらなと思います。まあ、今シーズンロングシーズンなので、来ましたね。まあ、最多更新、あと順位もまあ、本当に一桁生きてよ、もう。9位とかでもいいから、とりあえず一桁ね。はい。狙って頑張りたいなと思います。皆さんもね、今シーズンお疲れ様でした。前シーズンか。今シーズンも頑張りましょう。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。